落合、ホームランバッターを育てなあかん。OB、一人も育ててないお前言う。元中日監督で4度のリーグ優勝、GM も務めた野球評論家の落合博満氏の俺流発言がチーム内外で物議を醸している。バンテリンドームにホームランテラスを、俺的には作らない方がいいと思います。俺流解決策として、中日でホームランを打てるようなバッターを育て上げるか、外国人選手を連れてくるか、選択肢はそっちの方が手っ取り早いと思いますけどね、と提言した。しかし、これに中日 OB の一人は、いやいやいや、それはないよ。8年間も続いた落合政権時代に育て上げたホームランバッターは一人もいないでしょ。福留も星野監督時代からの選手だし、ウッズは横浜、現 DeNA からとんでもない大型契約、2年総額10億円で獲得した。和田だって FA で3年契約の大型補強だった。自身で長打を打てるバッターを育て上げたわけではないのに、と指摘する。育てるか外国人連れてこんやから取るやろ。ウッズは高いから脳幹ってなんやそれ。才能だから育てるのは無理って言ってなかった？パリーグのホームラン王がクビになりそうですよ。そもそもあの時代は金あったからよそから獲得してきたしな。和田さんは育てたというか復活させたって感じやもんな。そもそも自分が育てたかどうかって関係あるか。育てるかよそから取ってこいやろう。落合は取ってきてるからええんちゃうの。まず話の通じてない OB の排除から先にしないとダメかもな。極めて普通のことを言ってるし、ホームランが打てなくても勝てるチームだった。福留、8球団競合も囲い込みで獲得打つ。横浜から強奪谷茂、横浜から強奪和田、西武から強奪中村のり、落ちてたから拾う中日のホームランバッターってマジでこの辺りしか思いつかないんやが。落ち合い、ロッテから強奪。落ち合いが現役だった頃の名古屋球場と違うんやで、テラスないとホームランダシャイ育成は難しいと思うで。でも他のチームは打ってるよね。テラスつけたら他のチームの方が打つのでは。そしたら中日が不利でしょう。テラスつけなくても野球が中日に不利なんやから関係ないやろ。落合は勝つという大前提のもとだからこういう言い分になる一方、勝つことより何よりホームランバッターが必要で、相手が3番打ってもいいってのがこの OB の言い分になる。テラスつけても単打は単打やん。テラスつけるくらいならスラッガー育てるか外人取るかって言ってるのに、外人取ったことを無視してるのなんでなん。そら落合叩きたいってのが前提にあるからな。他球団はスラッガーちゃんと生えてきてんのに中日だけおらんのはやっぱ球場なんかね。テラスなんてつけなくてええやろ。フェンスにガムテープでここ越えたらホームランですってライン引けば終わりや。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報を配信していますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。